ゴゴスマ中継とザタイム中継の大きな違いといえば、はいうん、ゴゴスマというのは本当に朝決まって、はい、どこ行け、あそこ行けって決まるんですよ、はい、だからそのもう当日決まって勉強して中継行く、はい、一方で、はい、若狭さんのザタイムの中継というのは、はい、結構あらかじめ決まってますね。決まる決まる決まる中継っていう、そう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 、もうネタは決まってますよ。そこのアプローチの仕方が多分違います。あ、どうですか。そうね、その話をちょっと伺いたいなと思ったんですけど。僕はゴゴスマの当日あそこ行けどこ行けっていう中継も経験しているので、どっちが負担かというとゴゴスマです。ああ、そうですか。やっぱり当日行く場所も分からずに、行ってからどれぐらいの時間を中継するかも分からないという方が大変です。あ、はい、ザ・タイムに関しては何が大変かというと、ネタは1週間前ぐらいから決まってるんですよ。もっと前かな、もっと前、2週間3週間ぐらい前からなんとなくこれをやりますよっていうのは、はあ、そうなんですか、分かってるんですよ、はい、で、ここに行きますっていうことも分かってるし、で台本があるんだけど、はい、3分半の台本も1週間前にはあるの。へ、これはね、こっからがちょっと大変なことは大変なんだけど、はい、これは第一稿が来るの、手元に、はい、でこの第一稿は最終的に全然違うってことはないんだけども、うん、大胆に変わるとね、4割ぐらいは変わったりするのよ。どのタイミングで変わるんですか。そう、問題はそこ、はい、どのタイミングか。最終稿ですって来るのが当日の深夜2時とかに来るわけ。つまりオンエアのもう5時間前ぐらい。そう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 。結局最終稿、これは要は CBC と TBS、はい、他に JNN 各局、TBS 他27局あるんだけども、そことのディレクターさんや演出家同士のやり取りがあるので、より良くしようというために手を変え品を変え、議論に議論を重ねて、第1稿が第2稿になり、第2稿が第3稿になり、で最終稿がそれこそね。CBC はまだ恵まれてて交通網が結構行きやすいので、はい、名古屋から愛知県はもちろん岐阜県三重県も行きやすいので、うん、まだ全泊はないんだけど、それでも2時3時に最終稿が来るわけ、 TBS から、はい、でそれを読む。で、あ、こことここの、まあ、例えば順番が変わってますねとか、はい、インサートの映像が短くなってますね、あるいはなくなりましたねとか、はい、でなります、うん、だから結局1週間前にネタはぼんやり決まってんだけど、本当にこれでいきましょうっていう最終稿は直前に来るわけ。へー、でこっからさらに、7時、細かく言うと6時にお天気中継30秒、はい、7時に本編中継3分半、うん、そしておかわり中継が7時50分ぐらいに30秒ぐらいあるんだけども、はい、大事なのはというか、まあ、全部大事なんだけども、一番長い尺はその本編中継、はい、でこの本編中継7時を放送する前に、6時半に必ずリハーサルするわけ。うん、はい、30分前ぐらい。30分前ぐらい。本当に最後の練り直しがそこからあるわけ。ちょっと待ってください。30分前にリハーサルします。そう。で、これは TBS も今確認してます。そう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 。で、その中継を見て、で、こうしましょう、やっぱりっていうのが。そう。え、じゃあ30分でまたちょっと違いがあるんですか？だから、一番緊張感があったのは、豊橋カレーうどんの日が6時半リハ、はい、でしかも TBS さんはそこで最初に見るわけよ、はい、ほぼ初見で。なるほど、だから視聴者の感覚として見るそこなの、そこなの。でこれね、中継がまたネタ中継の場合、事前に分かってる中継ってもう何回も何回もやるから、もうね、やってる側の鮮度が落ちてるわけ。でこっちが当たり前って思ってることが、はい、実は真っさらな状態で見てる人からすると分かりにくかったりするわけ。そっか、ツッコミポイントもちょっとあったかもしれないとか。そう、だからここの最後のチェックすごい大事で、豊橋カレーうどんの時と、はい、大垣のモーニングの時かな、結構ね、2点3点そこからあったんです。豊橋カレーうどんに関しては、はい、ちょっと時間がね、やっぱ押しちゃってんのよね、はい、どれだけ僕が早口で喋っても、3分やっぱ40から50ぐらいになっちゃってたの。はあ。で最初はカレーうどん を食べずに、はい、カレーうどんの感想を言わずに、もう最後のとろろご飯が出てくるところだけを僕たちは
やろうってしたんだけど、いやいや、そんなカレーうどん屋さんでうどん食べなくてリアクションしないのってありえないっていうのが TBS から、はい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 、まあ、確かに言われてみればそうなんだよ、うん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 、でもそれをすると尺がもう4分を超える、熊本の RKK さんも待ってる、はいはいはい、次の曲でどうするどうするで結局6時50分ぐらいだよね、あともう10分っていう時に、じゃあもう1回だけもうあの皆さん作らなくていいので動きだけやりましょうってことで、カメラさんと僕とディレクターとでうわーって最終的にやって、よしって言ったらもう本当本番5分ぐらいだよね。へえ、そうなんですね。そう、うわ。だからネタ中継の方の大変さは、やればやるほどこっちが当たり前と思い込んじゃう。でそれを初見で見た視聴者に近い TBS のスタッフからのリクエストが来る。それを直前でまた軌道修正するっていうのが、まあ一番大変っちゃ大変ですけど、でも。そうね、まあ、どっちも大変だな。今の話聞いてると、うん、やっぱりその「ゴゴスマ」の中継はスタッフも絶対、うん、僕含めて3人で中継先行ってるんだ。そうだよね、私喋り手、うん、カメラマンで、うん、ディレクター、うん、若狭さんどうですか現場何人ぐらい。これがね、また細かい話だけど、はい、中継車で行くと15人ですよね、大体15人ぐらいで、ライブユーで行くと7人ぐらいなんです。ライブユーっていうのはこっち、あ、そう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 、ね、あれリュックサック背負ってね、携帯電話の回線でやる簡易中継。そうです、簡易中継で機動的に移動できるんで3人で移動するんですよ。でしかももうやる内容、尺、全部お任せなんですよ、そうなんだよね、うん、だから喋れるだけ喋っていいよ、はいはい、三山アナウンサー、何々中継マンブリでお願いしますってもう言われてそれだけなんですよ。あ、じゃあもう喋れるだけ喋ろう、でもなんか自己満で喋っちゃいけないし、視聴者の方に大事なポイントを伝えられるように、うん、っていうので、まあ、そぎ落として、うん、まあ、これぐらいが程よいかなっていうの、うん、でもチェックしてくださるのは現場のディレクターだけ、うん、そうだね、そうだね、しかももうディレクターも本社とのやり取りをずっとしているので、うんうん、もう僕の喋りも1から100全部聞いてるって感じではないんですよ、はい、そこの大変さというか、ちょっと、うん、あのヒヤヒヤする部分もあったりしますね。そうだよね、はい、だ今話聞いてて尺とか人数とかチェック機能とかがやっぱり違うなっていうのも感じました、ね、うん、そうだから どっちというか、まあ、どっちが難しいとかあれとかそういうわけじゃないんですけど、なんかそれぞれの大変さというかがあるなっていうのは、ね、同じ中継なんだけど競技が違うっていうか、あ、なんかね、こっちはそのゴゴスマ、まあ、僕もやってたからあれなんだけども、その全部ゼロからなんならその尺もあんま関係ないので、はい、取れ高次第で10だったり15だったり時には100だったりを、うん、もうそれこそ満振りで行けるだけ行くと、はい、で当然そこにはさすがの引き算もあるんだけど、基本もうだだっ広いキャンパスに自分の好きな絵をバンバカ描いていく感じだ。ああ、もう本当そうです、ね、でテーマ自由ですって言われるわけ。そうです、でバンバカ描いてって、でもう別にそれ30分でも60分でもいいから、とにかくもう自由なテーマでお客さんを笑わせてくださいっていう独演会をやるような感じなのよ。いや本当そうですよ。でもこっちは尺も決まってて、いろんな人のチェック機能もあって、で、ある程度こう、まあいわば窮屈な状態でやるから、はい、なんかねこう同じ例えばお笑いとするならば、はい、こう M1 みたいな、あ、こうなんか本当に短い尺で、はい、いろんなものをブーッとこう詰めてって、はい、でいろんな作家さんとか、はい、がこう意見を言って、はい、そぎ落としてブラッシュアップしてで本番を迎えるというような、ちょっとまた例えが違った。いやこっちは単独です。そう、単独ライブ、単独ライブ、はい、自由に単独ライブなのよ。そう、僕今何ちょっと突っ込もうかなと思ったんですけど、うん、単独が降りてきました。単独ステージ単独ステージですよ、こっちは。どちらか今あれね、あの分かりやすくしてくれたのね。そう、そう、単独ステージ、単独ステージ近いのかなと思いました、うん、だからこっちは台本なし、尺もどれくらいでもいいよ、うん、で、チェック機能もあまりない、うん、真逆だなっていうのは感じました。そうね、若さんめっちゃ喋ってます、我々、はい、うわ、いかん、17もういいか、これでどうですかね。いやでも、まあ、じゃあ、まあ、あのまた引き続き中継の話をしたいと思います。